あどうも、良子です。こちら、気になります私の合気,気がプリントされているマグカップ、いかがでしょうかあそれはいいんですけれども、今日のビデオは、皆様に筆記試験の最新情報をお届けしようと思います。私 実際に筆記試験に会場へ行って受けてまいりましたなぜなぜ今頃と思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども実際私教科の免許が期限切れになっていてこれを復活させるには他に免許を取るかまたは直接試験官に行ってチェックを受けるかしないと復活ができないんですねなのであそうだだったら景気飛行証明の免許を持って の教官の免許を持っていないので、それを受験しながら復活させようかななんて考えてまして、また勉強してみました。で、実際試験会場に行って試験を受けてまいりましたので、皆様に最新情報をお届けしようと思います。それでは、レッツゴー それでは試験内容を見ていきましょう。実家用で言うと60問の試験を2時間でこなさなければならないんです。でも実際お勉強するのは740問くらい。景気飛行も授業用もそのようになっています。合格基準は70%以上コンピューター形式で3択の答えから選びます。試験会場は予約するときにウェブサイトで 自分の住所のところから一番近いところを指定されます受験の予約方法と費用なんですけれどもこの PSI というサイトから予約をします費用は前払いでだいたい140から175ドルになると思いますとその前に予約の前に必要なことがあるんですそれはこちら IACRA アアというところのアカウントを作成しなければならないんですね では、あヤクラとは何ぞや。こんな名前を覚える必要はございません。このシステムでライセンスのデータが管理され、あらゆるパイロットの試験を受けるときに免許を発行するときなど、必ず必要な FTN ナンバーを取得します。訓練を始める学生パイロット、スチューデントパイロットも必要です。なので、筆記試験の予約には、あヤクラから FTN ナンバーをゲットしてね。試験会場へ。 持っていくもの。まずは身分証明書。米国市民以外の受験者はパスポートの他にもう一つ政府が発行した証明書が必要です。アメリカの運転免許証があれば OK。18歳未満は親の証明が必要です。あとは教官からまたはホームスタディなどいろんなコースで出て終了証明書が必要です。私は受験資格がありますとサインされなければ筆記試験は受けられません。 あとは E6B とかフライトコンピュータ計算機など強化されたものを試験に持ち込むことができます。iPhone など手荷物は一切ダメです。受験会場の方で紙とか消しゴムとか鉛筆などもちゃんと用意されています。試験終了後大切なことをお伝えします。 このような紙が発行されますのでしっかりと保管してください実地試験に提出しなければなりません24か月この試験結果が有効となりますのでそれ以内に実地試験を行ってください間違った箇所は必ず復習して高等試験に臨んでくださいはい皆さんえー、っといかがだったでしょうか簡単にまとめてアップデートをしてみたんですけれども えっと、私が受けた10年前ぐらいは、本当にこんなコンピューターで管理されてなくて、いつもこうなんか、あの、フライトスクールに行って、それで今日受けたいんだけど、みたいな感じで、あ,あ、いいよ、空いてるよ、みたいな感じでお金渡して、それで受けられたみたいな、そんな時代だったんですけれども、今はすべてコンピューターで管理されています。一人一人ね、アイアクラとか、あの、FTN ナンバーとか、これ絶対に、あの、 パイロットの勉強を始めた人は必ずずーっと付きまといますので、あの、少しでもね、あの、興味ある人は覗いてみてください。試験自体っていうのはそんなに10年前も変わってないんですよね。勉強する内容も、そんなまあアップデート少しずつされてるけれども、ベースとなるところはみんな一緒で、たくさん勉強していかなければならないっていうのは、あいつの時代も一緒だ、一緒なので、大変さはあるんですけれども、ただ、 アメリカにすぐに来てさあ勉強しようっていうのではなくって日本や自分の国にいて勉強をまず準備ができるっていうことこれから勉強の仕方え情報を皆さんとシェアしていきたいなと思っています私もね少しずつまた基本から勉強をし始めましたのでだから何かこうああやっぱり面白いなーっていうね感じでね なんかこう皆さんもできたらいいなと思って、えー、楽しいビデオを作っていきたいと思っていますそれでは一人でも多くの人が大空へ迎えますようにまた次のビデオでご視聴ありがとうございましたまたね